有意識とは、個人、個人にとってのあらゆる所存在が、ただ、八種類の式によって成り立っているという、大乗仏教の見解の一つである。ここで、八種類の式とは、五種の感覚、意識、二層の無意識を指す。よって、これら八種の式は、相対として、ある個人の広範な表彰、認識行為を内眼し、 あらゆる意識状態やそれらと相互に影響を与え合う、その個人の無意識の領域をも内眼する。あらゆる諸存在が個人的に構想された式でしかないのならば、それら諸存在は主観的な存在であり、客観的な存在ではない。それら諸存在は無常であり、時には消滅を繰り返して最終的に過去に消えてしまうであろう。すなわち、 それらしょ存在は、空であり、実体のないものである。このように、有意識は、大乗仏教の空の思想を基礎に置いている。また、有意識と、西洋哲学でいう唯意心論とは、基本的にも、最終的にも区別される。有意識思想では、各個人にとっての世界はその個人の表象に過ぎないと、主張し、発種の、式を仮定する。 八式説の概念図の一例あらゆる諸存在が個人的に構想された式でしかないのならば、それら諸存在は主観的な存在であり、客観的存在ではない。それら諸存在は無常であり、時には消滅を繰り返して最終的に過去に消えてしまうであろう。すなわち、それら諸存在は空であり、実体のないものである。有意識は、 4世紀インドに現れたユガ行有意識学派という初期大乗仏教の一派によって唱えられた認識論的傾向を持つ思想体系である。ユガ行有意識学派は中間派の空思想を受け継ぎながらもとりあえず心の作用は仮に存在するとしてその心のあり方をユガ行でコントロールしまた変化させて悟りを得ようとした。この世の色は ただ、心的作用のみで成り立っている、とするので西洋の唯心論と同列に見られる場合がある。しかし、東洋思想及び仏教の唯意識論では、その心の存在も仮のものであり、最終的にその心的作用も否定される。従って、唯意識と唯心論は、この点で全く異なる。また、唯意識は、無意識の領域を重視するために、 意識が諸存在を規定するとする、唯心論とは明らかに相違がある。唯意識思想は、後の大乗仏教全般に広く影響を与えた。唯意識は、語源的に見ると、ただ認識のみという意味である。大乗仏教の考え方の基礎は、この世界のすべての物事は、縁起つまり関係性の上で、かろうじて減少しているものと考える。 有意識説はその説を補完して、その現象を人が認識しているだけであり、心の外に、自物的存在はないと考える。これを、有意識無境、または、有意識諸変の境という。また一人、数との人間は、それぞれの心の奥底の荒屋敷の生み出した世界を、認識している。他人と共通の客観世界があるかのごとく、感じるのは、 他人の荒屋敷の中に自分と共通の種子が存在するからであるという意識では考える。人間が何かを行ったり、話したり、考えたりすると、その影響は種子と呼ばれるものに記録され、荒屋敷の中に蓄えられると考えられる。これを群衆という、ちょうど香りが衣に染み付くように行為の影響が荒屋敷に蓄えられる。このため、 荒屋式を別名知識、一切種子式とも呼ぶ。荒屋式の荒屋はクラという意味のサンスクリプト語である。さらに、それぞれの種子は荒屋式の中で相互に作用して、新たな種子を生み出す可能性を持つ。また、種子は荒屋式を飛び出して、マナ式、意識に作用することがある。さらに、前後式に作用すると、外界の現象から縁を受けることもある。 この種子は、前後式から、意識、マナ式を通過して、荒屋式に飛び込んで、荒屋式に種子として群住される。これが思考であり、外界認識であるとされる。このサイクルを、荒屋式演技という。このような式の天変は無常であり、一瞬のうちに消滅を繰り返すものであり、その瞬間が終わると、過去に消えてゆく。このように事故と事故を取り巻く世界を把握するから、 すべてのものと思われているものは現象でしかなく空であり実体のないものである。しかし同時に種子も色そのものも現象であり実体は持たないと説く。これは西洋思想でいう唯心論とは微妙に異なる。心の存在もまた幻のごとき夢のごとき存在であり究極的にはその実在性も否定される。単に唯意識といった場合 有意識集、有意識学派、有意識論などを指す場合がある。仏教の中心教義である無常、無我を体得するために、インド古来の修行方法である洋画をより洗練した、歪行から得られたサトシを、教義の面から支えた、思想体系である。心の動きを分類して、八式を立てる。とりわけ、マナ式とアラヤ式は、相真相心理として、無意識の分野に、 初めて注目した。自らと自らが認知する外界のあり方を三性説としてまとめ、修行段階によって世界に対する認知のありようが異なることを説明した。溶岩を実践することによって、有意識観という具体的な官報を強理的に組織、体系化した。北ッ行業などの特一条は方便であるとし、誰もが成仏するわけではないことを説いた。 成物までには三大野葬儀工と呼ばれるとてつもない時間がかかるとした。半若行の空を受け継ぎながら、まず式は仮に存在するという立場に立って、自己の心のあり方を、湯河行の実践を通して、悟りに到達しようとする。有識はインドで成立、体系化され、中央アジアを経て、中国、日本と伝えられ、さらには、チベットにも伝播して、 広く大乗仏教の根幹をなす体系である。クシャロンと共に仏教の基礎学として学ばれており、現代も依然研究は続けられている。有識は初期大乗教典の般若行の一切開空と華厳教十字品の三外作有心の流れを組んで、中期大乗仏教教典である改心密教、大乗阿びだルマ行として確立した。そこには、 ガ行を実践するグループの実践を通した長い思索と論級があったと考えられる。論としては魅力を発祥として、無弱と世神の兄弟によって体制された。無弱は、切大常論を、世神は、有意識三十章、有意識二十論等を表した。有意識二十論では、世界は、個人の表彰、認識に過ぎないと強く主張する一方を、 言い表すことのできない実態があるとした。有意識三十章では上述の八式説を唱え、部分的に真相心理学的傾向や生物学的傾向を示した。魅力に関しては、歴史上の実在人物であるという説と未来物として、今は塗卒点にいる魅力菩薩であるという説との二つがあり、決着してはいない。 世ンの後には十代弟子が出現したと伝えられる。五世紀初め頃建てられた、ナーランダ大僧院において、有意識は盛んに研究された。六世紀の初めに、ナーランダ出身の特刑は、西インドのバラビーに移り、その弟子案刑は、世ンの著書、有意識三十章の注釈章を作り、多くの弟子を教えた。この系統は、無相有意識派と呼ばれている。 この学派は、身体によって、中国に伝えられ、チロム州や、小論集として一時期、大いに研究された。一方、五世紀初めに活躍した神話は、世信の著書、有意識二十論の理論を、さらに発展させて、干渉演論を表して、その系統は、有相有意識派と呼ばれるが、無償、語法に伝えられ、ナーランダ寺院において、盛んに学ばれ、研究された。 中国からインドに渡った留学像、現状三像は、このナーランダ寺において、語法の弟子改言について学んだ。貴重後、有意識三十章に対する語法の注釈を中心に、据えて、他の学者たちの見解の紹介と批判を交えて、翻訳したのが、正有意識論である。そして、この章を中心にして、現状の弟子のジオン大式によって、法召集が建てられ、 中国において、極めて論理学的な有意識の研究が始まった。実質的な階層は元であるため、法召集では現状を美祖と呼び分けている。その後、現状の薬教と知名度等により、中国の法召集は、流盛し、その結果、身体の訳した、論証をもとに起こった、知論集や、小論集は衰退することとなった。その後、法召集は道、道 里市中、地方、元坊などによって日本に伝えられ、奈良時代左官に学ばれ、なんと六州の一つとなった。その伝統は主に奈良の幸福寺、法隆寺、薬師寺、京都の清水寺に受け継がれ、江戸時代には優れた学僧が輩出し、クシャロンと共に仏教学の基礎学問として伝えられた。有意識やクシャロンは非常に難解なので、 唯意識三年苦者八年という言葉もある。明治時代の廃物希釈により、日本の唯意識の教えは一時非常に推微したが、法隆寺の佐伯木定次の努力により復興した。法隆寺が聖徳宗として、また清水寺が北法彰宗として、法彰宗を離脱した現在、日本法彰宗の大本山は、幸福寺と薬師寺の二つとなっている。唯意識思想は、 この世界はただ、四季、表彰をもしくは心の持つイメージに過ぎないと主張する。外界の存在は、実は存在しておらず、存在しているかのごとく現れ出ているに過ぎない。これを、華厳行などでは次のように説いている。また、ゼのネをサクサク、三害は虚毛にして、ただこれ心の咲くなり。十二円分もこれ皆な心による。また、作くゼ年三害虚妄 ただし、是新作。十二円分。ゼミ内心、大方、広志仏家元玄兵十字品、第二十二の三式とは心である。心が、周期あやぎぬ隠し主となす根本によるから、今日に唯心という。分別量たちの根本であるから論に唯意識という。あるいは今日は、義が因果に通じ、総じて唯心という。論は、ただ元に、ありと得くから。 ただ、唯意識と呼ぶのである。識は、両別の儀であり、元位の中にあっては、識の働きが強いから、識と時き、ただと限定しているのである。意味的には二つのものではない。二十論には、心、意、識、両の名はこれ、差別なり、と説く。識者心なり。有心周期。ぬえためあるの根本ゆえ平和く心。分別。 両達行き根本ゆえ、論醤油意識ある敬実委員がそうこと有意心。論、ただ在員ただし醤油意識。式料別義、在元くらい中式用教有、へ、式ためただ、その義務に、二十論運、新意識料、名の差別、自音大次大情報音義林諦巻、第一その心の動きを、式の天変という、 その天辺には三種類あり、それは異熟行為の成熟資料から思考と呼ばれるもの、両別対象の識別の三である。式の天辺は構想である。それによって構想されるところのものは実在ではない。したがってこの世界全体はただ識別のみに過ぎない。異熟というのは荒い屋敷のことであり、あらゆる趣旨を内蔵している。感触、注意、感受、想念。 意志を常に随伴する。漢字は普遍であり、かつそれは障害のない中性である。感触その他も、また、同様である。そして、根源的識値は、激流のごとく活動している。傍流のごとし、マナ式は、荒屋識に基づいて活動し、荒屋識を対象として、思考作用を本質とする。マナ式には、障害のある中性的な四個の煩悩が常に、 随伴する。我剣、我が地、我慢、我が愛と呼ばれる。中でも特に、当人が生まれている、その同じ世界や地位に属するもののみを随伴する。さらにその他に感触などを随伴する。このまな式は、自我意識と呼んでもよい。常に煩悩が随伴するので、汚れたいとも呼ばれる。このまな式と意識によって、資料があり、その以後の残止はやはり種子として、 荒屋式に群住される。両別とは、第三の天辺であり、六種の対象を知覚することで、ある。六式は、それぞれ眼式が色を、知識が声を、美式が幸を、絶式が味を、神式が触れを、意識が法を識地、識別する。そしてこの六式もまた荒屋式から生じる。そして、真無式と、この六式とが、原生的な式であり、 我々が意識の分野としているもので、荒屋式は無意識としているものである。これまでの説明は、荒屋式から、真奈式及び六式の生ずる流れだが、同時に、あと二者の活動の予習が、荒屋式に還元されるという方向もある。それがああらやという意味であり、相互に循環している。式を含む、どのような行為も一切なだけ、現在して、過去に過ぎていく。 その際に、荒屋式に予習を残す。それが種子として、荒屋式の中に蓄積され、それが成熟して、式の天変を経て、再び書式が生じ、再び行為が起こってくる。このような式の天変によって、存在の様態を、どのように見ているかに、三つあるとする。変化書修正構想された、存在ボンプの日常の認識。いたき性相対的存在。 他に依存する存在炎上実性絶対的存在、完成された存在このような見方は有意識を待つまでもなく、大乗仏教の基本であり、その原型がすでに半野行に説かれている。変化諸習性とは、荒屋式、真奈式、六式によって作り出された対象に相当して、存在せず、空である。シャリホツ、普通にことをしろセリ。セソン。 諸法の実相、うんなにがありなるやふつことは苦諸法はあるところなし。是のごとくあり、是のごとくあるところなし。是のことを知らざるを名付けて、無名となす、まか半耳原密業商業品、第十位多規制とは、相対的存在であり、構想ではあるが、物事は、様々な起源が集合して正規したものであると捉える、ことである。 荒屋式を含むすべての式の構想ではあるけれども、すでにその式の対象が無であることが明らかとなれば、式が対象と依存関係にある。この存在も、また空である。苗字はこれ因縁は業の作れる方なり、ただ分別をく思え、かなおっとく。世のゆえに菩薩まかさつ、半荷パラミツを行ずるとき、一切の苗字を見ず、 ミザルが故に着せず。マカハンニャハラミツキウ、ササグハチヒン、第二炎上実性は、普通の構想であり、絶対的存在とも呼べるものである。これは、イタキ性と、別なものでもなく、別なものでもないのでもない。イタキ性から、その前の変化諸修正を、全く消去してしまった状態が、炎上実性である。またた次にシャリホツ。菩薩マカサツ。 諸法の助、発祥、実際を知らんと発さば、まさに般若パラミツを学すべし。まか繁慰原密教序本第一以上のごとく、般若行の段階では賛成としてまとめて、整理記述しているわけではない。時代を下って、改心密教を待って、初めて、諸法に三種の層があると説く。これは、法が三種類あるということではなく、 法は見る人の境地によって三通りの姿形が現れているということである。イいく、諸法の層に略して三種あり。何等か三となすや。一者は、変化諸習症。二者は、いたき症。三者は、炎上実相なり。うん何が、諸法の変化諸習症なるや。イいく、一切法のな、仮案律の自称差別なり、内主言説を、追いこせるエムルがためなり。 うんなにが、諸法のいた気象なるや。いいく、一切法の縁の生ずる自称なり。すなわちこれあるがゆえにあれあり。これ生ずるゆえにあれうまず。いいく、無名は行に縁たり、ないし順大の空運を招集す。うんなにが、諸法の炎上実相なるや。いいく、一切法平等の信如なり。この信如にお手もろの菩薩衆、勇猛、精進を因縁となすがゆえに、 序理の作為、無党の死意を因縁となすがゆえに、すなわちよく通達。この通達によって、進む進むに、おさむうしないし無情正等母台を硬さに称すること円満なり、改心密教一切報奨品、第四章は性による、という間接的な表現となっているが、有意識の論書では、変化所修正、いたき性、炎上実性の賛成という表現になり、 聖緻な論が展開されるようになる。賛成の中で、第一の変化諸習性はその性格から見て、すでに無存在である。次に、いたき性は、自律的存在性を書くから、やはり空である。また、同じいたき性は、存在要素の絶対性としては、第三の炎上実性である。そして、どういう境地においても、真実そのままの姿であるから、真如と呼ばれる。 その真女は鳥も治さず、ただ識別のみという真理である。これを自覚することが迷いの世界から悟りの世界への転換に他ならない。しかし、実践の段階において、ただ識別のみということにこだわってはならない。認識活動が現象を全く感知しないようになれば、ただ識別のみという真理の中に安定する。なぜなら、 もし認識対象が存在しなければ、それを認識することも、またないからである。それは、心が無となり、感知が無となった。それは、世間を超越した認識であり、煩悩さわり、初さわりの二種の障害を根絶することによって、荒屋きが変化を起こす。これがすなわち、汚れを離れた領域であり、思考を超越し、善であり、永続的であり、 歓喜に満ちている。それを得た者は、下脱身であり、仏陀の法と呼ばれる。有意識では、成仏に三大や葬儀公と呼ばれるとてつもなく長い、時間の修行が必要だとされる。その改定は、資料くらい、下行くらい、通達位、収集位、急憩位の5段階である。修行の結果悟りを開き仏になると、八つの、式は、悟しに転ずる。 これを天式徳悟史という。前後式は、聖書悟地に、意識は妙観悟地に、真奈式は平等性悟史に、荒屋式は大炎鏡悟史に転ずるとされている。天式徳地の考え方は、天台宗や、真言宗、チベット密教の人間派にも受け継がれている。華言行では、有心識という。また、有意識論では、有意識という言い方をする。 その違いは何であろうか。華厳ン行では、周期の儀について、唯心という。華厳ン行は、悟った仏の側から述べているので、すべての存在現象が、そのまま自らの心の内に取り込まれて、全世界、全宇宙が、心の中にあるという。そこで、すべての縁起を集めているから、周期の儀について、唯心という。唯意識論では、両別の儀について、 有意識という。有意識では、ポンプの側から述べているので、人間のものの考え方について見ていこうとしている。すべての存在現象は、人間が認識することによって、自らが認識推論することのできる存在現象となり得ているから、自らが了承し分別している。そこで、両別の儀について、有意識という。心ではなく、式としているのは、 それぞれの両別する働きの体について、式としているのであって、機関ではない。機関は、存在現象しているものである。しかし、意心と言っても、有意識と言っても、その本質は一つである。詳しく分けて論ずれば、有意心の語は、修行する段階にも悟って仏通になった段階にも、通じるが、有意識と称するときには、人間が、 どのように認識推論するかによるので、悟りを開く前の修行中の段階のみに通用する。ただとは間別の意味で、式以外に法がないことを間別して、ただという。式とは、両別の意味である。両別の心に略して三種、講義には八種ある。これをまとめて、式と言っている。有意識と言って、以上のようにただ八式のみであるというのは、一切の物事が、 この八式を離れないということである。八式の他に存在がないということではない。おおよそ区分して五法としている。心、心所、色、不相、無意である。この前の四つを、こととして、最後を、理として、五法尻という。心識それ自体。心の中心体で、八式心脳とも言われる。心所式の働き。心脳に付随して働く。 細かい心の作用で、さらに6種類に分類し、変形、別況、善、煩悩、随煩悩、不定とし、さらに細かく51の信女に分ける。真所有法、真数法とも訳される。色肉体や、事物などの、いわゆる物質的なものとして認識される、心と信条の現実たもの。不相応行から心と信条と色の分位の差別。心でも、 物質でもなく、しかも現象を現象たら占める原理となるもの。無意全4法の未成。現象の本質とも言うべき信如さらに心を8、心情51、色を11、不相行を24、無意を6に分けて、別々に想定し、全部で100種に分けることから、五位100法と呼ばれる。なお、クシャロンでは、5位75法を説いており、 それを発展させたものと考えられる。三島幸男の最後の作品となった、北条の海四部作は指式をモチーフの一つに取り入れている。第四部、天神五水の最終回入港日に、三島は陸上自衛隊市ヶ谷中屯地で活腹自決した。作品概要は、北条の海の子を参照。渋沢達彦は、三島が、 有意識論に熱中していたことを、三島幸夫をめぐる談笑で触れ、有意識論とは何かを三等に問われた、宗教学者の松山俊太郎が、あれは気違いにならなければわからない。世紀の人にわかるわけがない。有意識説の、よくできているところは、ちょうど水の中に降りていく階段があって、知らない間に、足まで水が来て、知らない間に溺れているという風にできている。それは、 大きな哲学の論理構造であり、思想というものだといった話、それを聞いた、梅原武氏が、感心している三島も、三島だが、こんな馬鹿げた説を独特として開陳している、仏教学者もないものだと批判した話に触れている。また、渋沢宅を訪ねた三島が、皿を一枚水平にし、もう一枚をその上に垂直に立てて、要するに、荒屋敷というのはね、 時間軸と空間軸とが、こんな風にぶっちがいに交差している原点なのではないかねというので、三島さん、そりゃあ荒屋敷ではなくて、皿屋敷でしょうとからかった話も紹介している。ありがとうございます。